50歳女優のツヤボディがすごい1。スツールに腰掛けて微笑むコンサバ美女。ジャケットの下には胸元がざっくりと V 字に開いたインナー。大胆に梅雨輪になった早球の谷からインビナフェロモンを漂わせて。これは9月14日に宮沢りえのインスタグラムに投稿されたカットである。アラフになってから露出度は加速し、昨年はファッション誌、ホーパースバ増、11月号のグラビアで、オール素肌の上半身にピンクの長いマントを羽織り、隙間から谷間と房の加減を解禁。さらに昨年末に発売したファッション誌、ボグージャパン1月号では撮影を巨匠篠山紀信氏が務めてボリュームのあるバストを激写。91年のヘアヌード写真集サンテーフのタッグ再結成が話題になった。5組と共に美少女ブームを牽引してきた宮沢の訳ありボディについて芸能ジャーナリストの佐々木博之氏が解説する。ヘアヌード写真集が発売された時は全国紙で一面広告が掲載されて衝撃的でした。その後は激痩せした時期が続いて心配されましたが、イソジンになって丸みを帯びたボディは芳醇な色気を感じさせる。写真集の時と同じではないですが、今でも日本人離れした芸術的な弧を描いたおわん型の曲線は、まさに美胸という言葉がぴったりです。14年には映画、髪の月で、濡れ場にも挑戦。平凡な日々を過ごす人妻銀行員が大学生の年下男との不倫行為にはまり、ズブズブと溺れていく。映画評論家の秋元哲司氏はこう振り返る。濡れ場男優と呼ばれた智将僧侶との絡みは生々しく感麦こそなかった。ものの喘ぎ声をローラしながら何度も息果てる姿はいい意味で期待を裏切ってくれました。イソジンになっても引っ張りだこで、10月13日には主演映画、月、が公開される。試写会で鑑賞した秋元氏は、実際に起きた障害者殺傷事件をモチーフにした作品で施設で働くことになった宮沢はほとんどすっぴんで色気もありません。ただ、キャリア最高と言ってもいいほどの熱演を見せ、主演女優賞も狙えるのではないでしょうか。さらに向井邦子の原作で知られる、阿修羅のごとく、ノリメイクドラマへの出演も決定。4姉妹の葛藤を描いた同作で、不倫に溺れる長女役を演じるとあっては、抑えきれないイソジフェロモンの大解放を期待したい。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。